懐かしいみたいな。ここら辺はもう何百回も走ってますからね。特にカラオケやった時は、ここから、ここのね、Y 字路を曲がって、左に曲がってすぐのところにね、派出所、消防署があるんですよね。そこによく、どんな初心者で行ってましたね。カラオケ屋さんは、防火関係の結構いろいろ申請がね、よくあるんで、あれも、半年に1回、1年に1回、防火管理のね、消防訓練とかやらないといけませんからね。これも曲がっちゃってよさそうだな。こっちが混んでそう。この今横切ってる道がね、混んでそうやったら、このまんますぐ突っ切った方が早いですよね。これ今、彦根42キロってね、出ましたけど、この彦根に行くのが、倉掛峠ですね。実は一回動画撮ったことあるんだよな、倉掛峠の動画。だけどね、多分ね、オンエアしてないんですよね。まだね、サブチャンとかを作り出す前でね、特に何もなかったんで、そのまんま、確か、お蔵入りしたような。青川。だいぶ表情とかしっかりできて聞いてますね、これあたりも。そういや、秋温泉ってもうリニューアルオープンしたんでしたっけ？確か今月から来月ぐらいだもんね。オフラカみたいな感じになったらですかね。あそこの経営陣の感じで。めっちゃの孤独なシステムです。
でもいい天気だ。本当今日は天気ですね。本当はね、ちょっと遠出もしようかなって思ったりもしたんですけど、天気がめちゃくちゃ良かったんで。ただ明日はなんかダメみたいでね。明日は思いっきり雨ってなんですから。ほな、やめとくか。で、まあ、雨の日にね、あ、そうそう。違う、配信じゃなくてね、今、動画ばかしでやってますけど、動画ばかしだとね、メリットとして、ビタ決めにしなくても、晴れた日には収録して、で、雨の日にね、一気にね、編集をね、作り直してくるみたいなね、ちょっと融通がね、効かせれますんでね、あんまり雨が続いたりすると、あれですし、晴れた日が続いたからって言って、撮影ばっかりやってるとね、あ、ストックがとんでもないことになるんでね、今、どっちかというと、そっちの方ですからね、ストックがとんでもないことになってるんで、どっちかというと、もっと編集量を増やしたいんですけど、まあでも多分5月、6月ね、また次の時期になったらね、週末どうしても雨続きになると思うんで、そこでまたね、どんどん作りだめにの、消費ベースになってくるでしょうからね。で、ここですね。この交差点で、この冷川渡ると、これ305線と369号線が分かれます。これがね、めったに、なかなか通れない、通行止めばっかしの、この黄金大橋をね、渡らずに、おお。